申し込む。二階堂ふみリバースエッジ第5期で露呈した全田氏宗の輪っか問題。日本中が羽生結弦らのフィギュアスケートに夢中だったからびっくり。そんな言い訳もできないほど客席はすっからかん。2月17日に公開された高亭勲氏監督で岡崎恭子のコミック原作を実写化した二階堂ふみ主演の映画リバースエッジが目も当てられないほどの大こけとなってしまった。 R15 指定ということもあり上映館数は108やかた。それだけに何億円も稼ぐ大ヒットは期待されていなかったはずですが、二階堂の塗りっぷりや際どい情欲シーンも週刊誌などでは話題になっていましたし、それからすれば悲惨すぎる興行となりました。公開初日の17日は昼間に平昌五輪で羽生結弦のぬめりがありましたから、全国の映画館で手足が鈍く、普段の土曜日の7.8割だったと言います。そうした範でもありましたが、午後夜にかけて大ヒット中のグレイテストショーマンや今夜ロマンス劇場では客足を伸ばしました。ところがリバースは全く客が入らず、初日で貸し切り状態だとツイートする声もあったほど。翌日の日曜日を合わせても余裕でベスト10圏外。このままでは打ち切りまでに1億円にも到達しないでしょう。 CD&DVD 専門視聴者。岡崎恭子原作といえば、沢尻エリカ主演で映画化されたゲルタースケルターが公開直後こそ鈍かったものの、その後口コミで客を増やし、最終的には20億円を超える大ヒットを記録した。二階堂のリバースにも同じことが起こる可能性はないのだろうか。厳しいでしょう。ネット上では沢尻と二階堂のバストトップの差とも揶揄されています。確かにゲルターは公開後に沢尻の一糸まとわぬ姿の美しさと形のいいバスト、そして絶妙にピンク色で程よい大きさの輪っかも話題となり、男性はもとより綺麗なもの好きの女子がどんどん見に行きました。それに比べ二階堂は過去にも脱いでいますし、残念ながらバストトップは男も女もあまり憧れない。バストのサイズに比べてトップの輪っかが小さすぎるあのタイプですよ。もちろんそれが敗因というのは極論ですが、観客が女優に魅力を感じていないかもしれないという推測は当たらず元をからずと言えそうです。週刊誌記者。それでも最近では珍しい体当たり演技も辞さない二階堂。ここまでこければなかったことになるのが芸能界。次なるステップを期待したいところだ。